徳江市は中華人民共和国吉林省長春市に位置する研究市。徳江市は吉林省中北部松両平原の中に位置している。地勢は南高北低で波状の起伏を呈するものの大部分が海抜149から241メートルの間で起伏は激しくない。統計125度14、126度28。 北緯44度33、44度51の間にあり、面積は3435平方キロメートル。平均気温は、摂氏4度、降水量520ミリメートル。東南は旧大市、西南は長春市、西は、これ道川を隔てて、農安県、東北は、与市、川を隔てて、二礼月市と接する。市内には、松花江、陰馬川、 これ道川などの川がある。京高鉄路と102国道及び京高高速航路が通過し、中国東北部の物流ラインである大連、新洋、長春、春便経済大上に位置している。旗以前は宿信の居住地であり、関大は冬に属した。東大は渤海冬に老大は東京道、近代は上京道の管轄とされた。現代は、 両用中所行書海元路の管轄地の遊牧区とされ、秋よには両党都市記事とヌルガン都市記事に、後にウリアンハイサンエイトホルチン部に属した。新代後期年間になると、流上兵を築き、変外と定め、ゴルロス前期の領主の牧場とした。1791年以後、山東、河北の一帯の農民による入植が始まり、下境年間には懐恵み号。 北徳号が設けられ、長春町の管轄とされた。1890年、長春府は、主和城市に文房書和を設置、北徳、懐刑事号を管理した。1910年5月24日、両号が合併された際に、北徳と懐、恵の文字を取り、徳江県が設置された。満州国の時代の1936年4月1日、県交所は、 カルガン湾外へ移転され、その際に、カルガン湾は、得意人と解消されている。1994年7月、研究史に昇格し、現在に至っている。漢族、満族、海族、朝鮮族など15の民族が居住し、漢族が99%以上を占める。小級経済開発区がある。4街道、10鎮、4号を管轄。 徳江市は中温大半湿潤紋ンス気候に属し、陽光明美で空気の澄んだ、薬浸水湖連場な自然保護区、生態園、遠くまでの知られている、宝山寺、風光秀麗な半へしゃげ山風景区、独自の特色のある、被害魚県天然五楽島を有し、他に、新大の蜜木ーヒ費がある。トウモロコシ水筒、光粮、大豆などが、盛んに作られており、 国の重要な商品食料基地にして、トウモロコシ輸出基地である。国家食料生産先進し、副食品供給プロジェクト先進し、中国商加工大米の里、そして中国肉鳥の里と称している。国の高収穫、高品質、高効率の農業も半区で、吉林省緑色食,食品基地である。全国一の生態農業建設市販券、全国一の 向こう外総再生産支店券そして農業部に省内唯一の家境効能ともかじ発展量大戦略主犯権と決められた。特産物は特営体局種、肉取り、編み物在庫がある。工業には食品、飼料、建材、機械、医薬、包み層などがあり、吉林省食品工業協権である。ありがとうございます。